村山和子、ごぼうくんと大根くん。大根とごぼうが一緒に暮らしていました。ある日、大根のところへ手紙が参りました。その時、大根は用事があって外出していましたので、ごぼうが代わりに受け取りました。ごぼうは中にどんなことが書いてあるか知りたくてたまりませんでした。けれども、いくらごぼうでも、人に来た手紙を断りなく勝手に開けることはよくないことである、というぐらいのことはよく知っています。ごぼうは手紙を大根の机の上に置いて、大根の帰ってくるのを待つことにしました。ところが、どうしたものか、大根はなかなか帰ってこないのです。で、ごぼうは辛抱しきれなくなって、手紙の封をピリピリっと引き裂いて、そっと広げてみると、こんなことが書いてありました。大根くん、噂によると、君は大根のくせにごぼうと一緒に住んでいるそうじゃないか。僕などはあの薄汚い茶色の毛だらけの顔を見ただけで気持ちが悪くなるよ。すぐにこっちへ来て、僕たちと一緒に暮らしたまえ。白井大根。これを読んだ時のごぼうの気持ちはどうだったでしょう。ごぼうはわーわーと机にもたれて1時間以上も泣きました。なぜといって、手紙に書いてあったことは全く本当のことだったからです。泣くだけ泣いたごぼうは鏡の前に行ってカミソリで毛をすり落とそうとしましたが、硬くて取れません。それからお風呂に入って、皮のむけるほど石鹸でゴシゴシと体中をこすり回しました。茶色の体はなかなか白くなりません。とうとうごぼうは風邪をひきました。キシュン、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 キシュン。くしゃみは止まりません。その時、やっとのことで家に帰ってきた大根は、ごぼうが風呂場で立て続けにくしゃみをしているのを見てびっくりしました。おい、ごぼうくん、どうしたのさ。すまないことをしたんだよ、大根くん。実は、君に来た手紙を。ヘッキシュン、ヘッキシュン、ヘッキシュン、ヘッキシュン。ごぼうくん、どうしたんだよ。早く言いたまえ。僕はあんまり歩いたので、もう眠くて眠くてたまらないんだからね。じゃあ言うよ。ヘッキシュン。言いかけて恥ずかしくなったごぼうは、大根の耳のところへ口を持って行って、実はね、君、アクション！ごぼうのくしゃみがあんまり大きかったので、大根は耳を押さえて飛び上がりました。そして腹を立てて、自分の部屋の寝台に潜り込んで、寝てしまいました。ごぼうも仕方なく自分の部屋へ行って眠ってしまいました。あくる日起きた時には、大根もごぼうも昨日のことはすっかり忘れてしまって、いまだに思い出さないで、ごぼうは元のままの茶色で毛だらけの顔をして、平気で暮らしています。
お野菜ですから、それは致し方ありません。